レッドカズキの自由な時間へこそ。さあ今回はですね、まあ初めてかな、こういう動画を出すのは。あの大きな発表があってから、まあちょっと日が経って動画を撮ってるんですけど、やっぱ直前だとね、もうそれに興奮の中の発言になってしまうんであれだと思うんですけど、まあこんだけ空いたし喋りたいなと思って、最高だよいろんな本当にね、あの意見はあると思う。ロバート・ダウニー・ジュニアが MCU に戻ってきてくれて嬉しいっていう人もいれば、やっぱりねエンドゲームのあの最後は本当に感動的だったじゃん。死なないで欲しかったけど、個人的には。けどあれは本当にサーガの主人公のいい形だったとは確かに思うね、思うよ。でそれでのね、このドゥーム役として、ドクタードゥーム役としてはね、復帰であの最高のシーンを壊すんじゃないかとかね、いろいろあるけど、 MCU にロバート・ダウニー・ジュニアがもうね起用するってことは、いよいよもう MCU は終わりなんじゃないかとかいろいろあるけど、まあそういう意見もわかる、確かに。けどそんなんやってたらもう何もできないと思うし、エンドゲームだってね、あんだけわーって人来たしさ、あの時はまあね、あのサーガの最後の盛り上がりっていうのもあったけど、パワーフロムホームがサーガの最終的な最後か。まあけど、そうね、スパイダーマンで言ったらノーウェイホームとかさ、あれもあれで最高の盛り上がりだったじゃん、スパイダーマンとしてはね。まあそれでもホーとかも続いていくしさ、トムホのスパイダーマンまだ続いていくわけで、でこうやってヒュー・ジャックマンも戻ってきてね、ローガンのあの最後をどうするんだとかいろいろあったけど、まあ個人的にはね、あのいい復帰の仕方だとは思ってて、まあそれでも意見はあったからね、やっぱり今のロバート・ダーニー・ジュニアみたいな感じの意見とかさ、まあそうだねまあルスト兄弟だから変な話にはしないと思ってて、で変な、なんか物語にしたらさ、それはそれでやっぱりロバート・ダウニー・ジュニアも納得しないと思うし、ただやっぱり待ってるファンはいるわけなのはいるわけで、それは確かなね、あれだから、やっぱりアイアンマン役として、トニー役としてやっぱ見たいっていう人もね、いるから、まあ今回ドゥームだけど、それが一体どういう感じになってくるのか、やっぱり見てみないと分かんないっていうのがあるよね。僕は本当に嬉しい側の人間なんで、もう全然あの MCU 最後までもうここまで来たらね、もうすっごい、もうだって追ってきちゃってるから、いや今更もういいよ MCU、 もう疲れたとかはなってない、もうやだとかはならないと思う。ここまで来たらもう義務とかじゃない、ちゃんと終わるのは終わるで見届けたいし、こんだけね熱くなるって言ったらあれだけど、こんだけね面白い見たいってなってるなんてなかなかないわけじゃんね。ジャンプでもさ、ほらナルトが終わったり、ナルト大好きだからナルトの話になるけど、ナルトが終わって、あー終わっちゃったとかさ、それでも結局ボルトで続いたりなんだりかんだりしてるけど、まあ物語には終わりがあってねっていうのがあれだけど、それはそれでやっぱり見届けていきたいなっていうのはある、物語を。まあいろんな意見あるのは分かるよ、本当に複雑な気持ちなのも分かるし、けど最初の思いとしてはやっぱり嬉しいな、
また見れるんだ MCU でロバート・ダウニー・ジュニアをと思ったらやっぱ嬉しいよね。まあ、だってね、あの MCU だけじゃないしね、ロバート・ダウニー・ジュニアのね映画シャーロックとかもあるしさ、そう今だって監督やってるしさ、で助演男優賞取ったやんね。ロバート・ダウニー・ジュニアだって無理して MCU に戻らなくてもいろいろやることはできるし、とりあえず2年後楽しみにしようぜって話。アベンジャーズだってさ、こまあけどあれだよね、キャプテンアメリカとかさ、サンダーボルツとか、あと F4 ファンタスティック4がもう前座みたいになったよね。最後にあんなんドーンって出されてさ、えってなるよね本当に現地見えた人すげえな、最高じゃん、いいの見られたじゃん、マジで羨まって思う。アベンジャーズ、はい、まあ今のねこの数日経った率直な感想です。いやマジで本当に俺は嬉しい側の人間なんで、まあいろいろ思うとこもないわけじゃないけどね、けど見たいっていう気持ちが強いからそうなんですはい、まあ今回の動画は以上になるかな。どういう話になってくんかな、マジ本当にね、コメントとかでも言ってるけど、マジトムホとのやりとりとかめっちゃ気になる。あとポッツとかさ、娘とかのやりとりとかさ、どうなのかなって思っちゃうよね。まあなんか個人的にエンドゲームの時のあのね、最後 AI みたいにね、ホログラムとして最後トニー出てきたけど、もうなんか全部ね、このこうやってタイムドロモをした時に、ね、もしかしたら違う次元から何か脅威が来るかもしれない、自分何が来るかもしれないっていう、もうトニーの中での頭がね考えて5年もねあったわけだから、そういう計算もなくもないのかなって、想像とかできてたのかなって思ったら、まあまあ正確にはもうあれか、5年の時はあれだもんな、ごめん、あの時はまだタイムドロップをするとかそういうのは考えてなかったよね。まあまあ それでもそうやってああやってねホログラムとしてつくねやることもできたわけだから、まあもしかしたらそういうね別次元から何かが来るかもしれないっていうのを察知して、なんかもういろいろこの時に何か仕掛けてる、お前マジで仕掛けてたのかよとか思わせてくれかもしれないし、わかんないけどね、ていうかいろいろ想像しちゃったりするよね。まあだからそうだね、多分俺はトニーとしてまた見たいんだろうな、ロバート・ダウニー・ジュニアを。まあまあそれでもね MCU に来ますから、何かしらいろいろ期待を最高に裏切ってくれそうな気はするので、楽しみだね。はい、今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この他にもゲーム実況と、ホットトイズの新情報やフィギュアを紹介しています。YouTube のチャンネル登録、X のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で。